続いてはコバの体生き生き計画です。皆さんも一緒に体を動かして運動不足を解消しましょう。教えていただくのはボブスレー元日本代表の小林隆一さんです。コバさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日総決算といいますか、総仕上げですね。はい、はい、最後になりますけども、はい、見せますよ。さあ、今日はどんなメニューでしょうか。はい、今日はですね、肩と腕のトレーニングのパート2ということで、今日もまたペットボトルをね使って、はい、肩の筋肉、そして腕の筋肉を使い鍛えたいと思います。はい、では早速一つ目のエクササイズに行きたいと思います。はい、今日はですね、椅子に座って行います。はい、横向きに座りまして、はい、まずはペットボトル1個だけ使います。はい、で今はまっすぐ座ってますけど、体をですね、ぐーっと横に倒して、体が斜めの状態になって、もう背もたれにね、キュッと体を預けてしまう。はい、で、今まあこちらの右手に僕は持ちまして、これを体の横に、真横に下ろします。ペットボトルはあまり強く握らないように、軽くつまんだ感じで、肩を床と平行なところまで腕をぐーっと。で、ゆっくり下ろして、肩のこのラインですね、この筋肉を使います。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろして。腕の力を使わないように肩の筋肉ですね、ここで引き上げるように鍛えて思います。はい、では行きましょうか。はい、はい、斜めに、そうですね、斜めになって、はい、くりくり、はい、ちょうどね、このペットボトルね、クレーンゲームのクレーンみたいな感じでこう引き上げるような感じで、なるほど、ゆっくり上げてあげてください。ギュッと握ると腕で上げちゃうってことですか。そうですね、腕の力を、ね、使いすぎてしまいますので、肩の力を使いながら、結構負荷ありますね、これ。そうですね、体を斜めにするっていうのもポイントですか。そうですね、よりこう下ろした時に肩のラインが伸びます。この辺が痛かったらいいんですね。はい、この肩が痛かったら、はい、ありがとうございます。おい、あ、効くこれ。はい、そしたら今度はですね、形は同じです。ただ腕の位置をですね、今度体の後ろの方に回しまして、手の甲をこちらが受けたら、体の後ろ側に隠すようにぐーっと下ろして、ちょっと肘も上げます。で、このまま小指側を上にしてゆっくり上げてみましょう。今度はね、肩のね、この前側の辺、はい、この辺りを使いますので、ゆっくりな動きで、では行ってみましょうか。はい、はい、体の後ろにちょっと隠して、ちょっと肘曲がるぐらいまで、でゆっくり上げていきます。ゆっくりってしんどいですね。はい、下ろす時もね、ゆっくりいきましょうね。ストーンと落としてしまわないように。ストーンと落としたくなっちゃう、これちょっと腕だるーくなってくる感じが、これ全然普段しない動きだから、うん、なかなかね、ここだけの筋肉を使っているというのはなかなかないですね。はい、おー、ピクピクする、ここに効く。はい、はい、OK です。そうですね、肩、まあ、横とこう前側をやります。で、最後はですね、もう一つ腕のこの裏側、皆さんね、女性が肩ね、気になるんですね。はい、今度はね、ペットボトル2個使います。1つずつ持ってもらったら、体の向きをね、今度正面向けます。それですね、肘を曲げて体の横にくっつけたまま、このまま体を一度ぐーっと上半身ね、前に倒していきます。そしたら肘の位置をね、もう少し体の後ろまでぐーっと引き寄せたら、肘の位置動かさないようにペットボトルぐーっと後ろに伸ばしていきます。肘から先をゆっくり伸ばすように、脇がね、開いてしまわないように、ゆっくり、はい、行ってみましょうか。はい、前に倒して、はい、肘を引いたら、はい、そうですね、肘を動かないように、はい、効くこれ、一回でプルプルしちゃいました今。ですね、しっかりね、肘が伸びるとぐらいの面、ぐっとやって、はい、目線はですね、もう自分のね、つま先を見てるような感じで、体を下ろした状態、腕が回を重ねると上がらなくね、これたくさんできないですね。はい、もう自分のペースでね、ゆっくりやってもらうといいと思います。はい、ありがとうございます。ね、あんまり動いてないように見えるけど、結構いい運動なんですね。動きは地味な感じですけどね。はい、今日は肩と腕のトレーニング教えていただきました。こちらは日本海テレビの公式 YouTube チャンネルでもおさらいができます。皆さんもぜひやってみてください。はい、ということで、コバさんには1年間さまざまなエクササイズを、ね、教えていただいたんですが、でキースパは今日で最終回なんですが、なんとこのコーナー、今後土曜スパイスでも続くということで、はい、よろしくお願いいたします。コバさん、引き続きよろしくお願いします。さあ、では決めポーズいきましょうか。これで皆さんの体も、せーの、イキイキ